ごきげんよう、リオロスです。それでは今日も FF11 やっていきましょう。はい、今日はちょっと変わったことをやりたくなりまして、変わったことって言ってもまあ空活動なんですけども、まあ、侍が95になって、このまま99になる前にどうしてもチャレンジしてみたいやつがいまして、それがこの侍のズボンですね。両脚装備で75時代はほぼほぼ最強装備だった白虎杯立てを取りに行きました。白虎杯立て、持ち主はもちろん白虎ですね。はい、ただその白虎と戦うにはその前に NM を2匹倒さなきゃいけないんですよ。それをちょっとやっていきたいと思います。でそのうちの1匹がこの壁にいる、ガーディアン、なんか守ってる、いかにも守ってそうな、空の平和を守ってそうなやつ、こいつを倒せばそのうちに出るというやつですね。はい、95で果たして100個に勝てるかどうか分かんないんですけど、ぜひチャレンジしてみたいと思ってやってきました。はい、いやー、空活動はですね、僕も通ってましたよ。普通のリンクシェル、ギルドっていうのかな、他のゲームで言うと、まあ同じ趣味の集まりの人たちの、まあ、サークルみたいなのがあって、その中にこの空活動っていうのがありましたね。で毎週日曜日、土日やってたかな、日曜日だけだったかな、の午前中で、活動してまして、はい、でなんか1回参加するとなんか1ポイントとか5ポイント、10ポイントだったかな、なんかポイント制で、はい、やってました。あ、1回参加すると10ポイントで、なんか必要なアイテムとか持ってきたら追加1ポイントとか、なんかそういうのがあったような気がする、で遅刻はマイナスとかなんかそういうのをやってた気がします。はい、まあ敵の強さは全然大丈夫そうですね。まだこいつは雑魚なんだけど、どんぐらいだろう、楽か、95で楽なのかお前、95で楽か、ちょっと油断できませんなこれは。まあちょっと NM 出るまで頑張ってみたいと思います。おっす、残念なお知らせです。何十匹倒したか分かんないんですけども、50匹以上は倒したかな。先にあの経験値とメリポがカンストします。マジか、とうとうメリポを何かに使う時が来ましたね。もうここまでずっと使わずに限界突破にしか使ってなかったんですけども、とうとう使う日が来ましたね。結構ミスってる、こいつでわからなかったら一旦帰って何かにメリポを振ろう。出ませんな、何匹倒したかわからん。もうさすがに1匹1匹倒すのも面倒になったんで4匹ずつぐらいやってたんですけど、まあ出ませんね。はい、じゃあ1回帰ります。1回帰ります、悲しい。さてどうしましょうかね。なんかメリットポイント30以上に貯められるやつとかなかったっけ、なんかそれでいいけど、あったあった、メリポ上限メリットポイントを使ってメリポ上限を上げる、これだこれだ、よし、3使って1上げる、なんだこれは、なんだこれは、メリポでメリポを上げるんだ。はい、これで上限いくつになったの、33なんだこの非効率な。なんか忍者じゃない、侍でなんかあげよっかな。あ、それ峰打ちとかあるじゃん、峰打ち、両手刀で強打しスタンさせ悪液状態にする音がある、なるほどな、息昇天、正々堂々、あー、いや正々堂々してないな、私はだいたい後ろから殴ってるから、どうしようかな、峰打ち1個覚えとくか、峰打ち、はい、まあ、本当はねこういう HP とかステータスとか上げた方がいいと思うんですけども、とりあえず全部の限界突破が終わるまでは、この他のジョブにも関わるやつはやんないでおこうかなとちょっと思ってます。はい、こういうのね、クリティカルヒットとか、本当はそっちの方がいいんだろうけど、まずはクリティカルヒットとかの方がいいんだろうけど、ここはね侍の変な技を覚えておこう
斬新。あ、木曽使用間隔6秒じゃあんまり意味ないよな。あ、ストア TP とか大事なんじゃない。ストア TP、 はい、すんごい適当に振ってるけど、どうせすぐ溜まっちゃうからな。まあ、こんなもんでいいだろう。うん、15残ってるし、よし、また庭に帰るか。これでこいつ強くなったんじゃないか。適当に8匹ぐらい集めてみたけど大丈夫そうだな。大丈夫そうです。まあ本物が混ざってきたらやばいかもしれないけど、とりあえずは8匹集めても大丈夫と思ったら混ざってた。混ざってた。めっちゃ混ざってた。しれっと混ざってたこいつ。おい、ちょしれっと混ざってんじゃないよお前。おいらー、おい、免許止水免許止水、いくぞらー、いくぞらー。レポンスキル節、みんな、ま、混ぜんなよ。節月か、よし決まった。初めて決まったんじゃないかこれ。やったーやったー、はい、倒したー。お、なんか出た。西玉と、西玉が白光を沸かすのに必要なやつですね。あとスケアサイズクローンが出ました。ただアイテムがいっぱいでどうしよう。どうしよう。もうこの辺いらないな。この辺捨てよう。よし、なんか自爆しようとしてる、自爆しようとしてるこいつ。危ない、自爆なんかさせんよ。よし、西玉ゲットしました。もうこいつは倒す必要ない、ないんで帰ろう帰ろう。デジョン、デジョン、デジョン、デジョンリング、はい、帰ります。一旦帰ります。はい、いやー、よかったよかった。やっぱ8匹で狩るもんだな。うん、じゃあ次の NM ですね。庭のこの北東の洞窟から入り口から入りまして、で今ここにいるんで、こっからこっちの見えない地図のないとこ行きまして、でここをまっすぐ行くとマップが切り替わってこうなるから、あの行き止まりのワープですね。はいはい、この台座ワープで飛んで、ほい、便利だぜ。便利だけどいっぱいありすぎてわけわかんないんで。でここに飛びますと、ですぐそこの台座ワープですね。そうするとこの部屋に出るんで、今度はまた北東を目指しますと。はい、北東のワープに来ました。これで飛びますと。もうわけわかんなくなってくる本当に。そしたらこのマップのランダムなとこに出るんで、これですね、東のあのスイッチを目指すんですけども、多分扉が閉まってんだよね。だから扉を開けに行かなきゃいけない。そのためには昔戦ったファウスト先生がいる場所に行かなきゃいけないんだけど、どうかな、開いてるかな。あー、閉まってますね。うん、あれバッチリ閉まってるんで、黄色のスイッチを押さなきゃいけない。はい、押しに行きましょう。久しぶりですね、ファウスト先生。まあ消えてるんで見えないでしょうけど、はい、見張ってますね、しっかり。まあ今回は戦う必要ないんで、はい、これを後ろから操作します。 OK、 そうしたらまた姿を隠して、はい、また北東のこのワープまで行きます。はい、ここにたどり着きました。でワープしますと。ああ、でワープした先がゴールでよかったかな。はいはい、ここですね。ここの雑魚をとりあえず狩りまくります。うん、オーラスタチュー、楽な相手ですね。絡むかな、絡むんなら掃除も兼ねてやんなきゃいけないんですけど、あ、絡まない。オッケー、楽だ、これは楽ですね。絡んでる、絡んでいいやん。やっちゃいます。結構、あー、まあそんなもんか、ダメージ的には。でとりあえず、トリガーアイテムが出るまで、こいつらを掃除しちゃいます。やっと出たー、ダイオライト、これっすね。もう箱はいいや。箱はいいや。どこだ、はてなはてなはてな、あった。
じゃあやります。あそこに引っ張りますかね。心眼、何かを探していたかのように床に幾重もの爪痕が残されている。どういうことなんだ。ダイオライト、ゴー、さよならさよなら。フラッシュ、あー眩しい眩しい。売り組みさんだったかな。売り組みさんです。よろしくお願いします。とりあえずここまで引っ張ってザカに邪魔されないようにしてここでやりましょう。ういお、ちょっと硬いか。あ、そうでもないか。歯がくれ、完全引退からの月光、よっしゃー、いいダメージ、2048 だけどザイドさんが2600出してるから私の2000があんまり大したことないように見えてしまう。私の月光の最高記録だったのに、なんてことしてくれる。ザイドさんよ、結構もう一丁1010ダメージ。あ、ダメだ、もうダメだ。まあでもここは問題ないですね。まあここで問題あったら白虎なんて戦えないんだけどね。重い一撃、重い一撃、あ、重い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 一撃、重いわ。よし、倒しました。秋石集積、どっちだろう。はい、ゲットです。これで、白虎と戦う権利を得ました。じゃあ行きましょう。じゃあいよいよ白虎なんですが、もう今の時代行き方がすごい楽になってるらしくて、うん、このクリスタルワープ、あのジラドミッションのラスボスのところのワープからここから南下してあそこの階段を登る、うん、だそうです。楽になったな。うん、はい、登り切ったらここに出ましたんで、こっからこう行ってこう行って、ずっと北西のこの出口、うん、ルアンガーデン、ここに目指しとします。はい、目指します。はい、出たらここになるので、もうあとはまっすぐかな、まっすぐかな。あ、そうですね、ここですね。うん、だこの階段からまっすぐ来ようとするとなんかこうなってんだよねこれ意地悪だよなてか冒険者ならこんぐらい乗り越えろよ。竜騎士ならいけるだろ、ジャンプでピョーンっつってなあ。こういう時だけなんか、うん、足腰ひ弱になるんだもんな。で、あそこでワープですね。うん、誰かが戦ってると飛べなくなるんだけど、光ってるってことは誰も戦ってないってことですね。うん、よし行こう。いやー、まさかソロでここに来ることがあるなんて思ってもみなかったな。うん、まあフェイスのシステムのおかげですね、本当に。フェイスがなかったらソロでもきついだろうな。あー、でもどうだろう、レベル99だかなんかすごいのになればいけるのかな。なんか神竜もソロで倒せるってなんか言ってたもんな。さあどうする、アプルルちゃんでいいのか。まあチェルキキよりかは多分いいだろうなチェルキキも結構いいんですけど、悪くないんだけど、なんかアプルルちゃん面白いことやってくれるんですよね。デボーションとか、デボーションなんて久々に聞いたわって思いましたけど。さあ誰呼ぼうかな、いつも通りでいいのかな。いつも通りならザイドさんで火力で行くんだけど、まあザイドさんでいいかな。ザイドさん火力もあるしヒットポイントもあるし、なんかやばいことされそうな時スタンで止めてくれるから、うん、いいだろうザイドさんで。よし、で どこ、あ、これか、これか。いやー緊張すんな。あ、ていうか黙走しておけばよかった、しまった、もうしまったこういうの忘れるんだよね。うん、いやー緊張すんね。最初は青眼心眼しとくか一応。じゃあ行きましょう。レベル95侍、いざという時は身に打ちもある。覚えたての、とっさにできるか分かんないけど、まあザイドさんが止めてくれるよきっと。秋と西かな、ドン、おい来た、
お、喋る喋る喋る。俺は聖兵を守りし白虎よ。貴様ら人間だぞ。滋賀の間に奥にも足らぬが、余興に戯れてやろう。ほほう。あ、なんか追加ダメージが痛い。追加ダメージが痛い。とりあえず TP 貯めとっか。サンバ踊っとっか。ヘイストサンバ踊れー。白虎と戦った時はこんな踊りなんてなかっただろう。おい、踊り見たことあっか。白虎よ、白虎も昔は黒かったんだよね。白くないじゃんっていう。見た目は普通の黒い虎だったんだよね。さあ、どんぐらい食らってる。クローサイクロン140。ああ大丈夫かな。クローサイクロンで140なの大丈夫だろう。よし、じゃあ発想に切り替えてどうしようかな。混然一体、葉隠れ、石化の木、いろいろ使った。あ、なんか分解してる、分解してる。どうしよう、分解から何ができる。月光で何か起こる。月光何も起こらん。月光からカシャで何か起こる。カシャー、ああ確熱。あ、絶対回避入りましたね。めっちゃ白虎がかわしてる、めっちゃ白虎がかわしてる。この場合はもう何もできませんね。30秒、うん、待ちましょう。あ、しかも白虎が麻痺してる。すごいな、白虎って麻痺するんだ。 なんか静かになったな。あ、ホーリー、ホーリー、すごい光属性だな白虎。あ、当たるようになりましたね。オッケーオッケー。じゃあヘイストで、ヘイストサンバ、ヘイストサンバ効果あんかな。気持ち早くなってるかな。あ、ちょうど切れちゃいました。一応しとこう、なんか効果ありそう。ヘイストサンバ踊れ。まあまあまあ余裕ですね。レベル95で、うん、5人でいけそうです。よかったよかった。宝庫きたー。この麻痺がやばい、結構麻痺るんだよね。あ、動けた、よし。踊れ踊れ、もう怖くないんだその技は。よし、食らいなさい月光。そして最後は峰打ちじゃー。安心せい、峰打ちじゃ。あれ聞いてない、聞いてない。普通に動いてやがる。さあ落とせ、いいの落とせ。なんかいっぱい来た、逆光の。ああ、はい、立てない。一番欲しいのがない。うわー、ベヒーモスの毛皮、海王の免罪符両手、地霊の免罪符両端、白虎の。いやー、はい、立てないかー、ちくしょうめ。また、あのデスポットからやり直しか、きついなー。白虎のかー、両手王のは強いんだか弱いんだかちょっとわかんないな。まだ戦士も暗黒も育ってないですからね。うん。で、白虎倒れた時もセリフ言ってましたね。うん。ほう、人間にもかような気骨を持った者がおったか。その名、しかと覚えたぞ。ほうほうほう。覚えたぞってことは倒してないってことだな。うん。どっかアストラル世界へ引いたのかな。なるほどな。じゃあ、もっと頑張ろう。這い立て出るまで、コツコツやっていきましょう。なんだこのドロップは。ひどすぎる。2戦目はひどいありさまでした。え？え？さあどうだ、頼む。なんだこれは。なんだこれは。なんか一個ずつしか落とさなくなっちゃったぞ。アイテムが出ないならアイテムが出るジョブで来ればいいじゃないということでシーフできました。頼むぜトレハン、トレハン頼むぜ。ちゃんとね、なんだっけ、盗賊のナイフで来ました。頼むぞ頼むぞ。外工事してるから変な音入ってるけど頼むぞ。よし、いけいけ、やったー。出ました、やっぱトレハンだよ。はい、トレハン聞きました。もう免罪符は全部できちゃったかな、全部倉庫にしまってあるんですけど。よっしゃー、白虎這い立て。でも今シーフだから履けない。ちょっと着替えてこよう。
やったぜ。何回やった？ 5 回ぐらいか。はい、というわけで戻ってきましたモグハウス。今の装備がこれですね、ペルルブレード。これも78なんで、僕が現役でやってた75時代ではなかった装備なんですけど、これでもいい装備ですよね。命中10あって、デックス上がって、ヘイスト 2% で、コンビネーションなんか全部ペルルっていうので揃えるとさらに 5% 上がるって、まあまあいい装備なんですけども、100個間って1個でヘイスト 5% だからな。あとデックスプラス15、うん、器用さですね、これもでかいし、対雷50ってのも破格だよね。うん、75でこれは本当にいい装備だった。前衛色、装備できる前衛色はみんな欲しがったもんね。うん、というわけで入っていきましょう。どうぞ。はい、半ズボン、うん、ミスラだからね。ミスラじゃなくても半ズボンだったかなこれ。いやー、でもこれ見ましたよ、当時はみんな履いてた。これほんと取り合いだったんだけど、みんな履いてた。だ、僕のそのソラリンクシェルでも第一希望第二希望を取っといて、うん、で出たら第一希望の人でロット勝負みたいなことやって、で取れた人は、溜まってたポイントを、うん、なんか30ポイント消費とか、そういう感じでやってましたね。はい、僕はあの赤魔導士がメインだったんで、あの白虎ハイダテ第一希望じゃなくて、あのクリムゾンクイスっていう、うん、キリンが落とすんですね、あの移動速度が上がる、うん、ズボンが欲しかって、いやソラリンクシェルやってましたね。はい、だから僕が白虎ハイダテもらえたのはもう相当後だったかな。第一希望の人たちがみんな行き渡って、そっから第二希望、やっと第二希望になったよっていう、うん、ただ第一希望だけども10人以上いたからね、やっぱり相当後でしたね。うん、まあでもクリムゾンクイス僕確か第1か第2ぐらいで取れたんで、あれはラッキーだった、うん、かな。はい、というわけで、なんとか取れました。ヘイスト 5% 装備です。やったぜ、これで頑張っていきたいと思います。うん、だってもう戦士、モンク、獣、銀遊詩人、狩人、侍、忍者、うん、これ全部で使えるからね。うん、まあ銀遊詩人はあんまり殴んないけども、あ、その他のジョブでもうほぼほぼ、うん、使い回すことになると思うんで、これはいいものを取りました。他のね、うん、ソラ NM、うん、玄武とか朱雀、あと青龍ですか、うん、もうまあおいおいやっていきたいとは思いますけども、はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、いやでご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう、チャオ。なんだかんだで空活動楽しかったな。